はい、どうも、ヤクロケイです。深夜です。ユッキーです。春のライトアウターで一番かっこいいのってコージジャケットだと思うんですけど、どう思いますか？おお、めっちゃ急やな。確かに当たり前だろ。おお、コージジャケットってのはストリートのイメージが強いけどさ、綺麗めでもいけちゃうってことよ。そう、一番万能なんだって。なるほどなるほど。いや、だから万能なんだって。あー、分かったって。というわけで今日はコージジャケットの魅力を思う存分紹介していきたいと思います。よいしょ、はい、イエーイ。これ見終わったのコージジャケットしかもうカタンってなってっからね。うん、コーチジャケットを買いたい欲望がねすごいと思うよね。もう着たいだろうね。はい、買いたいし着たいと思う。じゃあというわけで早速行ってみましょう。じゃあね、ちょっとねダラダラするのもあれなんでね、早速着てみちゃいといきましょう。俺らのじゃあジャンプしよう。せーの、じゃーん、こちらです。まずこちらのコーチジャケットの詳細ですが、ノーティカのリラックスドコーチジャケット、お値段が 14,960 円。カラー展開がネイビーとグレーで、こちらネイビーです。サイズ展開が MLXLXXL で、でこれが M サイズ。まずなんて言ってもこのコーチジャケットが可愛い。はい、可愛いです。フリックスストアで購入できるのでね、ぜひ皆さん概要欄の方からチェックしてください。まず僕のコーデの解説からいきます。お願いします。僕は白いロンティーに黒スキニーで合わせた王道コーデ。大学生のね 80% がやってると言っても過言じゃありませんね。僕がこのコーデで伝えたいのは、コーチジャケットはね実は機能性が高いんです。裾の部分にねドローコードがついてるんですよ。黒スキニーと合わせてるから V ラインシルエットじゃないですか。はいはいはい。でこのドローコードを締めることによって綺麗な V ラインシルエットになって、やぼったい印象じゃなくなるんですよね。なんとなくわかるよ。だからその結局こうこうなる。同じだもう、あ、分かった。要するに、要するにこうこうなるってこと。三本目もいらんねん。ここを絞らないとまずだらしない印象になりやすいんだよ。細いから。そう、下がね急に細くなる。あ、そうそうそう。そうそうそう。これでこうちょっと収めることによって、こうバランスの良い V ラインシルエットに仕上がります。これね、だらしない印象はなくなります。だらしない印象ってファッションに一番いらないからね。ドローコードって差別で、このノーティカの場合はここについてるけど、他のポーチジャケットはこのフロントにね。ここだよね。ここに紐がついてて絞れるって感じだよね。絶対ある機能だからね、ポーチジャケットには。うん、スポーツで使われた素材だから風とかさ雨とかそういう時にやっぱコーチジャケットって本当に便利だと思う。はい、来たね。このコーデのポイントを教えてください。トレンドど真ん中コーデです。色もそうだし、まあ、ミリタリーとか、まあ、着てるじゃん。ドガーパンツと合わせて一番こうトレンドに近いのかなと思い、このコーデにしました。まあ、定番じゃんコーチジャケット、うんうん、でもやっぱトレンドのアイテム のミリタリーとかと相性がいいから今年の春はやっぱ来るんじゃないかなと思いますね。例年以上に重宝する年ですね今年は。でこのネイビーとねライラック系の色がめちゃくちゃ似合ってますね。カラーもトレンドちゃんと取り入れてるやつだねこれ。はい、俺もさ初めてワイドパンツでこの絞った感じで合わせてみたんだけど、うん、絞るいいね。シルエットまとまるわ。もともと絞らずに着てたんだけど、うん、俺もそうだ。そう、絞りいいわ意外と。へえ、うん、なるほど。こちらでーす。僕はね綺麗めのアイテムをコーチジャケットを合わせたそれだけです。綺麗めじゃない人になってる。中身が違うな。綺麗めとカジュアルの融合、これマジ最強。詳しく言うと、まあ、シャツとスラックスと革靴と合わせたっていう感じですね、はいはい、それでも全然ね様になっちゃう。コーチジャケットが持つコーデの幅広さ万能なんですよ。やっぱストリートの印象はあるけど、やっぱこの襟があることによって、まあ、ちょっと綺麗め要素があるから、インナーがシャツでも綺麗めのコーデ合うっていうのはねすごくいいと思います。春使うアイテムだったらさ、インナー選ばないんじゃないかね。何でもいいんじゃん本当に。それいいとこだわ。はい、というわけで今日はコーチジャケットの魅力を存分に紹介しました。いかがだったでしょう。まあポイントをねおさらいすると、ナイロン素材だったりドローコードがあるっていうね、その機能性の高さ、そして2つ目定番かつトレンドっていうポイントね、そして3つ目がカジュアルなアイテムはもちろん切れ目のアイテムとも合うのでインナーを選ばない。最強最強です。最強やな。最後がやっぱ一番俺はすごいなと思うわ。そうね、確かに。リュッキーこれ裏返しじゃない？裏返しやでもな、裏返してもええって言われてて。誰フリークスのアイテム商品。でもめちゃめちゃいいよねそれ。もう俺らノーティカでさ、タグが出てることには慣れてんの、ね、慣れてます。タグがね可愛いのよ、ここら辺とかも。だからイケてんねん。これができるのはノーティカだけやねんな。ぜひ皆さんこの春コーチジャケットたくさん着ていきましょう。
というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、そちらの方フォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、向いてらっしゃい。